はい、こんにちは、たくまんです。レジスタンスクエスト、ウィーク2。こちらを完全攻略していきます。はい、では、最初のミッション。近藤キャニオン、コーニークロスロード、またはデイリービューグル付近で端末のアップリンクを確立させる。1回ですね。はい、前回デイリービューグル、この辺にあったんですけど、今回ちょっと場所が変わっててね、ここ、山の上ですね。はい、デイリービューグルのこの山の上に1個あります。オッケー、そしたらこれを踏んでクエストを開始しましょう。エンジにはバトルバスに戦略的改良を加える計画をしていたが、高層部隊が妨害を受けてしまってな、小競り合いで設計図が吹き飛んじまったんだ。イマジンドオーダーより先に設計図を見つけてもらいたい。オッケー、設計図をなくしちゃったということで、見当たらないバトルバスの設計図を回収する。1個ですね。はい、そしたらこのバトルバスの設計図はこのデイリービューグルのでっかい建物の方にあるみたいです。はい、そしたらね、このデイリービューグルの一番でっかい建物の正面玄関から入ってもらうといきなり落ちていまーす。なんてところに落としてるんだ。はい、これがバトルバスの設計図ですね。よっしゃいー。この戦いに勝てるわけではない。運転してみたいだろ。あれ、先週バトルバスマップ上に配置されてたけど、またさらにバトルバスが強化されるのかな。はい、では次のミッション。セブンアウトポスト付近で端末のアップリンクを確立させる。1回ですね。はい、これはねマップ上どこでもいいですので、セブンのアウトポスト、現在ね6箇所あるアウトポスト、どこでもいいので1箇所向かってください。はい、今回自分はねファウンデーションの壊れた石像の後ろに来ています。はい、そしたらまたこの建物の目の前にあるこれを踏んでミッションを開始させてください。イマジンドオーダーがタンクを製造するために使用している弾丸耐性のある合金について調査したい。大至急でタンクの装甲を調達してきてくれ。オッケーオッケー、そしたらね IO が使ってる戦車の装甲の合金を調べてくれということで、はい、タンクにダメージを与えて装甲のサンプルを収集する。2回ですね。はい、ということでね、 IO の戦車がある場所はこういう飛行船が置いてある町、もしくは、ここですね、ザ・フォートレスの巨大ドリルのところに戦車があります。はい、戦車にダメージを与えるということで、戦車が確定分けしているここ巨大ドリルにやってきました。武器でダメージ与えるのかな。タンクにダメージを与えて、あれ与えてるんだけど、もっとか。おっと、たくさんダメージ、1000ぐらい、1000じゃない、700ぐらいダメージ与えたら1個出てきましたね。走行版のサンプルを収集する。 OK、 これで1個です。そしたらもっとダメージを与えてみましょうか。おりゃー、おわ、出てきた出てきた。はい、ということで2つ目、走行版のサンプルを収集する。いきます。よくやった、サイエンティストがすぐに仕事についてくれるだろう。OK、 ということでこの IO の戦車のね装甲、壁ね、壁なんて言うんだろう、まあ外側の金属部分のサンプルを取ったので、それをサイエンティストが研究所で調べてくれるみたいです。結構この場所やりやすかったね。なんかこの辺の街の戦車のところって結構ね、 IO ガードっていうか、なんだっけ、IO パトロールとかが戦車運転しててダメージ与えにくいと思うんですけど、この巨大ドリルだったらここにいるね、ここに一人いる IO ガードさえ倒してしまえばダメージ与え放題なので、かなりクリアしやすいんじゃないかなと思います。はい、そしたら次のミッションに進みますね。はい、では次のミッション。コマンドキャバン付近で端末のアップリンクを確立させる。1回ですね。はい、そしたらね、このコマンドキャバンの裏側の入り口の方に向かってください。で、この裏側の入り口のこっち側ですね。はい、この辺が敵が少なくてやりやすいかな。場所的には、はい、コマンドキャバーンのこっち、この山の左側、ここですね、山の左側、ここにあります。よいしょい。タンクをバラバラにするのが好きってのは分かってるが、サイエンティストはリバースエンジニアリングのために丸々1台必要らしいから、敵のタンクを確保するってのはそれはもう危険な任務だ。だからお前を推薦した。やることはお前のマップにマークしておいた場所にタンクを届けるだけだ。または失敗して倒れる。ああ、その部分はファウンデーションが付け加えたんだ。冗談なのかわからんな。ま、幸運を。
オッケーオッケー。なんか、ジョーンズの声優さんめっちゃ好きだな、俺。はい、ということでね、次のミッションは、セブンアウトポストにタンクを届けるっていうことで、はい、マップ中にね、今、1、2、3、4、5、6箇所ある、セブンアウトポストに戦車を届けるんですけど、だいぶ親切なことに、コマンドキャバーンってね、両側にここに戦車が配置されてるんですよ。なので、ここの戦車を持って、ここに行けばもう簡単にクリアできちゃうんじゃないかなと思います。はい、コマンドキャバーンの、はい、左側、ここですね。ここに戦車が置いてあります。これがちょっと確定脇かどうかわかんない。確定脇じゃなかったらごめんなさい。こっち側にも置いてある可能性あるので、こっち側に行ってみてください。確定脇だったらめちゃくちゃ便利ですね。この戦車に乗って、はい、すぐ近くにあるセブンのアウトポストに向かいましょう。ちょっと戦車遅いけど、頑張ってこのアウトポストまで持っていきます。まっすぐ近くにありますので、はい、到着したかな？ OK。あとはセブンがやるっていう例のリバースエンジニアリングだかに任せておこうじゃないか。オッケー、このミッション成功させたことにより、サイエンティストっていうかセブンたち全員からめっちゃ信頼されちゃったみたいですね、僕。オッケー、そしたら次のミッションに進みます。はーい、では次のミッション、中央のガソリンスタンド付近で端末のアップリンクを確立させる1回ですね。はい、そしたらマップちょい右下のこのでっかいガソリンスタンド、ここですね。この少し上ら辺にね、アップリンクがあるみたいです。あ、ちょっと見えるね。ここですね。あそこにアップリンクがありますので、そこへ向かってください。あら、あなたもクエスト中なのね。あら、ちょっと、やめて、僕もクエスト中だからごめんね。ありがとう。ダチのピーリーを知ってるか？お、ピーリー出た。あの、バナナくらいの大きさの、あまり喋らずやばいやつだ。で、手違いでスムージーを飲んじまったみたいだが、バナナには不向きなのか、それで幻覚を見たというんだ。少なくとも俺が思うに、あいつはつかみどころがないんだ。だが結論として、相棒のバナナにその運転を教えてほしい。え、これ結構やばいこと言ってるかも。あれチャプター1シーズン9のあのジュース事件のことを言ってるのかな。はい、ということで次のミッション、どうしてバナナは橋を渡った、運転の仕方を学ぶためさ、もちろんね、ということで乗り物に燃料を補給する50ですね。はい、別にね、戦車じゃなくても普通の乗り物にガソリンを入れるだけでクリアできるみたいですので、そのままね、このガソリンスタンドでこの辺に止まってる車に燃料を入れましょう。オッケー、これで50入ったかな。あれ足りてない。じゃあ、こっちの車。あ、こっち100入っちゃってる。オッケーオッケーオッケー。まだ車あった。これ燃料。燃料 66% なんで、オッケーオッケー。これに燃料入れましょう。よいしょいー。感謝する。オッケー。理解できない時があるが、あいつは、その、やる時にはやるやつなんだ。うわ、これマジでピーリーがストーリーにめっちゃ絡んできそうだね。オリジンのね、過去を描いたオリジンズアンセムっていう歌の歌詞に突然ピーリーが出てきたんですけど、もしかしたらね、あのピーリーがだいぶストーリーに絡んでくるのかもしれないですね。これは個人的にめっちゃ楽しみになってきました。ということで次のミッションに進みます。はーい、では次のミッション、道路から外れることなく車かトラックを運転する 500m ですね。はい、ちょっとね、さっき街を抜けちゃったんですけど、そのままね、このガソリンスタンドでガソリンを入れて、その車で500メートル移動してクリアした方が早いと思います。ごめんなさい、ちょっと街抜けちゃったんで、自分はチョンカーズスピードウェイの車を取りに来ています。はい、そしたら道路から外れることなく、そしたらこの道路に出てもらって、道路から外れることなくだから、一回でも道路からはみ出ちゃうと最初からやり直しなのかな。大丈夫かな。まあできるだけ道路からはみ出ないように 500m 移動してください。あ、もう300だから意外と早いな。 OK、 これでもう 400m。 OK、 クリアでーす。予言は間もなく現実となるともな。まあ仲が深まったことはいいことだろう。予言やっば。
俺これピーリーの予言がなんか分かったかも。ちょっとこれまたウィーク2のストーリーまとめ動画を明日出しますので、今回のクエストのストーリー解説動画の方も明日ぜひ見てみてください。明日っていうかもう今日中かな、今日中には出そうと思います。はい、では次のミッション、乗り物に乗ってベヒモスブリッジを渡る1回ですね。はい、ベヒモスブリッジっていうのはあれですね、あの赤くて大きい橋、はい、マップで言うとこの場所ですね。この大きな橋を渡るということですので、まあ一番簡単なのはここかな。この橋のすぐ左下に小さなガソリンスタンドがあるんですけど、このガソリンスタンドに高確率で車が置いてあるはずです。よっしゃ。まあ、たまにないけどね。ちょっとこのね、乗り物がランダムなんで、あったりなかったりでちょっと申し訳ないですけど、まあガソリンスタンドはかなりの確率で車が置いてあるはずです。よっしゃ。そしたらこのね、ベヒモスブリッジを通り抜けましょう。それにしてもそれを口に出すとおかしくバカらしく聞こえるな。それでもよくやった。オッケー、ということで今回我々ルーパーはなぜかあのピーリーに運転を教えることになりました。いやー、このピーリーがストーリーに関連してくるのはめちゃめちゃ楽しみですね。はい、ということでレジスタンスクエストのウィーク2の完全攻略成功です。いや、今回のクエストね、ピーリーが関わってきてかなり面白そうな展開になりますので、今日のね夕方ぐらいまでに今回のクエストの解説動画を出しますので、よかったらねそっちも見てください。フォートナイトね、ゲームだけじゃなくてストーリーもねめちゃくちゃ面白く作ってありますので、よかったらね自分のチャンネルによくアップしてるストーリー解説系考察系の動画もぜひ見てみてください。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。よかったらねチャンネル登録とこのアイテムショップから、はい、アイテムショップの右下にあるこのクリエイターサポートでタクマンプロ、タクマンとプロの間にねこう下に棒アンダーバーがありますので、ちょっとこれ入力大変ですけどごめんなさい。タクマンプロにクリエイターサポートもぜひよろしくお願いします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。